どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、散々私自分で動画の中でですね、自分を知ると言ってきました。で、具体的にどう自分を知ったらいいかということを言ってこなかったんですね。で、今回の動画は自分を知るということはどういうことか、どういうことを知ったらいいかというのを一つ一つ説明していきたいと思います。今回の動画を見ていただきますと、自分を知れてですね、例えば今やりたい理論だったり気になっている理論が自分にとってふさわしいかふさわしくないかという判断がよりできやすくなる動画となっておりますので、最後までご視聴お願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。まず一つ目、ヘッドスピードからやっていきましょう。ヘッドスピードをなぜ知らなきゃいけないのかということなんですが、まずクラブを買い替えるだとか、そもそもクラブを今お持ちでない方で、これからクラブを買いに行く方とかっていうのは、もちろんショップ行ってもヘッドスピードなど測ってもらえるんですけども、例えばポチッとしたい時、ネットとかでですねクラブを買いたい時とかに試打とかってできないじゃないですか。自分がどれぐらいのヘッドスピード、クラブの振る速さですよね、それがどれぐらいかによって、例えばシャフトの硬さだったり、クラブヘッドのロフト角だったり、いろいろスペックですよね、それを合わせやすくなるんですよ、自分に。なので、そのヘッドスピードというのは一つのクラブを買う基準になりますね。その自分がどれぐらいのヘッドスピードで振ってるかを知っておくことはすごく重要なことになります。2つ目にですね、スイングの大きさなんですけど、今これちょっとアイアン持ってますけど、大きいスイング、ここまで来たり、あとはもうちょっとオーバースイングだったり、こうやって振る方と、あとは今バックスイングだけでやってますけど、ここでトップが終わる方と、いろいろいるんですよ。ちっちゃいトップでスイングをする方と、大きく振りかぶってスイングする方で、もちろんトップ切り返しからインパクトまでの時間が全然変わりますよね。それだけで、例えばクラブのこれも使うスペックが変わったりとか、当てはまる理論が変わったりとかっていろいろするんですよ。なんで、自分がどれぐらいのスイングの大きさで振ってるかを、例えばカメラで撮ってみることもすごい大事なんですね。なんで、それもご自身を知っていただきたいポイントの一つになります。大きい人の特徴とか小さい人の特徴とか。あー、なるほどね。一概には言えないけど、ちっちゃいスイング、こっからコンパクトに振る人っていうのは軸をぶらさない人が多い、だからそれもまた逆も言えて、軸をぶらさない人がちっちゃくなるから、ちっちゃくなる人はもちろん軸をぶらさないで打った方がよりうまく打てる。そう、ちっちゃいスイングで軸ぶらしてるとインパクトまでの時間が足りないんだよね。だから余計振り遅れる可能性が相当出てくる。だからスイングがちっちゃい方は軸をぶらさないで一軸で振ってあげた方がよりいい結果が出やすい。大きいスイングっていうのはインパクトまでの時間がすごいある。だから体をこうやって揺さぶって、ゆったりこうやって揺すって打つと、よりタイミングが無駄がないから、時間がインパクトに合いやすいんでね。だからタイミングが合いやすい。大きいスイングの方は体をこうやって揺さぶる方が比較的多いし、その方がより打ちやすいかなって思うね。3つ目に持ち球。これ持ち球って自然と打って、もちろん出る球のことを言うんですけど、例えば今スイングをいじくり回しちゃってる人はどっちが出るか、例えばドローを打ちたくてドローのスイングを取得した後だったら、もちろん持ち球がドローになる、それはそれでいいんです。ドローがずっと出続けるんであれば、持ち球はドローというふうに認識してコースの戦略とかマネジメントをもちろんしていただいた方がいいですし、例えばドローに合ったスペックだったり、そういうのも必ず出てくるので、フェードも一緒ですよね。フェードだったらフェードに合うスペックっていうのを絶対選んだ方がいいんです。それ逆やると、例えばドローの人がフェードが出るスペックを使っちゃうと、ドローって若干右に球が出て少し左に返ってくるじゃないですか。その時に右に出てそのまま右にスライスする場合があるんですよ。逆、スライスの人がフッククラブをスペックを選んじゃうと、左に出てそこから左にまた巻いてしまう球がミスショットが出やすいので、
だからそういう自分の持ち球と逆のスペックを使っちゃうとそういったミスが出やすくなるので、それもロフト角とかシャフトの硬さ、あとはシャフトの重さなんかも変えてですね、自分に持ち球にぴったり合うクラブっていうのを選択していただいた方がいいですね。4つ目ですね、自分の癖を知る。僕の癖っていうのは、これ YouTube のコメントにもあったんですけど、僕ヒールにセットアップするんですよ。だいたい普通の人って ここに合わせると思うんですよ。アドレスの時にこうやってセットアップすると思うんですけど、僕はここに合わせるんですよ。こうやって合わせてこうやって上げるんですよ。でも多分本当一般的な上げ方で一番やっぱ普通の方っていうのはここにセットアップしてこのままこうやってまっすぐ上げるんですけど、僕はここにセットアップしてこうやって上げるんですよ。この理由はまた違う動画でやりたいと思います。めっちゃくちゃ深い理由があるんですよ。僕の思いが詰まってる。そんな大したことじゃないですよ。でもそれなりに僕がヒールにセットアップする理由があるんですよ。これも癖なんですよね。あとは左腕を僕は絶対スイング中曲げないんですよ。これもちっちゃい頃から曲げるなって言われてた癖。こうやってアドレスをして左腕はスイング中に絶対曲げないんですよ。こうやってまっすぐにしてここからまっすぐに戻ってきたら、クラブヘッドと自分の距離が変わんないんでダフんないだろって父に言われて、そうやってゴルフをやってきたんで、左腕っていうのは曲げない癖があるんです。曲げてもいい？全然いい。あ、いいんだそれは。そう、それこそこの間大洗のダイヤモンドカップと砦国際のゴルフパートナープロアマ2週連続勝った今平選手なんかインパクトでこうやって曲げるから、そう全然曲げる。ジョーダンスピースだって曲げる。そうだから全然悪いことじゃないし、ヘアウェイ量産ヒットを打ってた杉原輝夫さんなんかも曲がってるから全然悪いことじゃない。どっちでもいい。でもよくは聞かないけど、たまに耳にするのは左腕って曲がっちゃいけないんですよねって、もういきなり言われちゃってる時があるの俺が。いやそんなことないですよって。だから多分そうやって言ってるってことはダメって言われたことがあるんだろうね。全然そんなことない。曲がってるんだったら曲げて打とうとすれば大丈夫なだけなの。全然平気。そのうん、全然打てる、全然打てる、全然打てるし、まあ俺のスイングじゃないから距離は飛ばないけど、曲がっちゃっていい球出るんだったら曲げた方がいい。そう、うん、その人がね。そうだから一切悪くない。でもそれは癖でいいんだ。全然いい。曲げるのが癖、曲がる方が曲がるのが癖でいい。そう、それでその10球って10球同じ曲げたスイングできるんだったらそっちの方が強いから絶対コースでは有利。うん、ただ曲げようと思って曲げてんのか伸ばそうと思って曲がっちゃうのかが大きな差なだけで、そう全然その曲がること自体が問題じゃない。うん、全然むしろ言っていいのか分かんないけど曲がった方がコントロールはいいから本当に。俺は曲がんないけど、うん、そう俺は曲がんないけどね。それが癖だからね。そう、あとはインパクトでこうやってまっすぐにするのが癖でもこうやってふざけて言ってるけどこれは本当、本当に癖じゃないとまっすぐ行かないって習ってきたから、そのちっちゃい頃に本当にこうやってなるタイプだから。あ、何もしない。そう、振り遅れちゃうタイプだから散々重いクラブ振れ、手首は返せ、ボール当たる時にフェースがまっすぐになってなさいよってやった癖が今出てる。そうだからふざけて言っちゃったけど本気でこういう癖がある。そうだからどんな状況でもナイスショットを打っちゃうそうって言うから。そうですね、そうですね、そうって言うから。一言多すぎたことをお詫び申し上げます、すいませんそうでもそのまあ今ちょっとふざけちゃったけど、自分の出る癖っていうのを必ず知っておくことも大事だ。どういう癖が出るのかっていうのを絶対知っといた方がいい。例えばそれこそ一番多いのは振り遅れだったり
あと右膝が出る、そう打つ時に力が入ってこうやって出る方もいるし、だそういう癖を知っとくことは大事だ。そうすると例えばそれで、いや僕右膝出ますよ、振り遅れますよっていうのをコメントいただければ、またそれについて動画も撮っていくし、癖を改善したり、その癖をいい方に使ったりすることができる。何でもかんでも直すだけじゃないから、いい方に使ってあげることも大切だから、そういう癖を知るっていうのは大事ですね、うん、5つ目ですね、グリップの向き。グリップ習ったことあります？僕土曜日レッスンやってて、グリップ習ったことありますかって聞くと、半分ぐらいの方が習ったことあって、半分ぐらいの方が習ったことない、半々ぐらいなんですよ。グリップの向きって力を入れるすごい大事な部分なんですね。クラブに力って伝えないといけないんで、それを握ってるグリップってやっぱ一番大事なんですよ。なんでこの握り方がちゃんとしてないと、ボールにこう力が伝わらないですね。そうだから一番力が伝わりやすい握り方をしなきゃいけない。プラス力だけじゃなく、コントロール性もグリップで変えないといけないんですよ。僕のチャンネルなんで全部言いますけど、先週レッスン受けた方がドラえもんグリップだったんですよ。もうこういうグリップ、こういうグリップ、こういうグリップだともうどうしようもない。どうしようもないってどういうことかっていうと、強く振ることしかできないんですよ。要は繊細さに欠けるので、一番やっていただきたくないグリップの一つ、横からガブ握り、こうやって握っちゃう、これは良くないですね。やっぱり自分がボールに対してコントロールをしようってちょっとでも思ったら、やっぱりちょっと繊細さがあるグリップをしていただいた方がいいですよ。こういうグリップだったり、まあフックグリップだったらこういうグリップにしていただいた方がいいんですけど、グリップってこうやってブラーンってするじゃないですか。ブラーンってして一旦肩を上げてちょっと後ろに回してストンと落とす、このニュートラルポジションのこの左手の向き、この左手の向きのまま前に持ってくるんですよ。角度変えないで、そこにクラブを合わせて握る、この向き、この向きがその方のニュートラルポジションの向きなんですよ。この左手グリップが決まったら、この左手グリップにもう一回これパンしますね。この角度、この角度で今握ってるんですよ、ゴルフクラブに対して。したら右手の角度もこの向きでこうやって握ってあげるんですよ。こうこうこの向き、これがその方のニュートラルポジション。ここで3つ目と4つ目の持ち球と癖が出てきます。これ僕ドローヒッターなんですよ。これはフックグリップなんですよ。ドローヒッターにフックグリップを重ねちゃったら、もうパッキュンって左に曲がっちゃうので、グリップをスタンダードグリップ、まっすぐのグリップに戻します。そう、それは癖と持ち球を知った上で戻すんです。なんで僕のニュートラルグリップがここだとします。この向きだとします。これだとフックがきつくなるなったんですよ、僕結果的に。なんでここからグリップをこの向きに直して、ドローヒッターとフックグリップが喧嘩しないように、このグリップに結果的に今なってるんです。だからフックがかかりすぎないグリップに直しましたっていう感じなんですね。だから3番目と4番目の持ち球と癖を知るってことが、ここで初めて大事になってくるんですよ。だからニュートラルグリップっていうのは、その方のノーマルのグリップっていうのは気をつけして、さっきやった姿勢からこの手の向き、例えばこうなる人だったらグリップを下から握る人なんですよ。でこうなる人だったらクラブを上から握る人、まあ、ほとんどの方がこうやってちょっと斜めになると思うんで、その斜めのままこうやって手を持ってきて握ったポジションがその方のニュートラルグリップ、要はゼロポジションですよね。一番戻しやすいグリップの向きなんで、その向きから癖を知った上でもっとフックにするなり、ウィークグリップ、スライスグリップにするなり、直していただいた方がいい、こういうことなんですね。これがグリップの向きになります。次6個目ですね、手の位置。手の位置、これめちゃくちゃ大事なんですよ。もちろんクラブにはこの雷角ってあるんですね。この雷角っていうのは出玉だったり球筋を左右する最も重要って言っていいぐらいのこの角度なんですよ。これはクラブで
ここのネックを曲げたりして調整できるクラブ、もしくはクラブの長さを変えて来角を調整したりもするんですけども、この角度がそもそも合ってないとまっすぐっていかないですよ。それは握ってる手の位置、こうやって握るのがすごい力が入れやすい方なのか、こうやって手を下げてハンドダウンって言ってこうやって低い位置にして打った方が力が入りやすい方なのか、これはいろいろ僕もレッスンとかで聞きますけど、手の位置はここですよってよく言うんですが、その手の位置ってこれも癖なんですよ。癖というか自分が打ちやすい手の位置が一番いいんですよ。ただそれはクラブに対してもうちょっと上げた方がいいですよとか、もうちょっと下げた方がいいですよっていうのは多少はもちろん出てきます。この一番アドレスの時に脱力もしやすく力も入れやすい位置っていうのが一番自分が動きやすい位置なんですよ。どっちかしかできない位置ってあるんで、それはあんま良くないですよ。力を入れることしかできない位置だったり、抜くことしかできない位置ってあるんで、それはあんま良くないですよ。ちなみに僕の位置っていうのはこの位置なんですね。この位置、この位置が僕は一番動きやすいんですよ。その指導もしやすいし、力も入れやすいし、脱力もしやすいの時に何が変わるかって、自分がいいであろうって言ったポジションからほとんど動かないんですよ。でも例えば僕がこういうアドレスを取れって言われて脱力したらこうやって下がっちゃうんですね。これは位置が合ってないんですよ。力入れても抜いてもなるべく位置が変わらない方がいいです。なんでこの位置、この位置で全身にギュンって力入れても変わらないし、脱力しても変わらない。例えばこの位置でグンって力入れたらこうやって伸びる方もいらっしゃると思うんですよ。そういう位置っていうのは例えば低すぎたりとかっていうんで、その位置が全てやった時に変化を加えた時に変わらない位置を探してみてください。その手の位置っていうのが一番いいですね。あとボールとの距離っていうのは、まあ、打ちやすい距離でいいんで正解はないですよ。どこでもいいんで、遠すぎてももちろんいけないですけども、近すぎてもいけないので、手の位置っていうのは結構気をつけてもらった方がいいですね、手の位置を知ってると何か影響はあるの？意識をしてこの位置がいいってやってると球筋をコントロールしやすくなるね。例えばアプローチで、これ今58度持ってますけど、58度でちっちゃいアプローチ、これぐらい、今10ヤードぐらい打ったんですけど、10ヤードぐらいのアプローチって意外と多いのが球が強すぎちゃう方多いんですけど、球強いってことは手が下がりすぎなんですよ。手が低い位置だと球って強くなるんですよ。でも手の位置を若干ハンドアップ、高い位置にすると球ってふわって出るんですよ。だから距離の短いアプローチでちょっと球をゆっくり飛ばしたいなっていう時、ボールポジションとかはいつもと一緒でいいんで、少し自分の構えたいポジション、手のポジションよりも5センチぐらい浮かしてあげるんですよ。その分ちょっと短く持ってもいいですけど、短く持ってちょっとヒールを浮かせるイメージ、クラブのヒールをこうやって浮かせるイメージで打ってあげると、球っていうのはちょっと遅く飛んでちょっとスピンが入りやすいので、若干下りのショートアプローチとかちょっとライが悪い時とかガッて入れちゃいたいけどもピンが近くだからっていう時にすごく使えるので、その手の位置を意識することっていうのが大事になってくるんですよ。上げなきゃいけない、下げなきゃいけないじゃなくて、状況に応じて手の位置を変えてあげてもいいんですよね。特にショートゲーム、アイアンなんかはそれをやってあげた方がいいと思います。これ手の位置ってこの高い低いだけじゃなくてこっちもあるんですよ。そう、右も左も。例えばノーマルポジションが僕ここだとしたら、これドライバーでも一緒なんですけど、例えばちょっと左が嫌だなと思ったらこうやってやってあげるんですよ。グリップ1本分ぐらい左にずらす、これぐらい、それだけで左行かなくなるんですよ。次に右が嫌だっていう時はノーマルポジションよりもこの縦にシャフト1本分、グリップエンドですかね、グリップエンド1本分今度右にずらすんですよ。そうすると右に行きづらくなるんですよ。これだけで手の位置が変えるだけで、例えばショートホールのティーショットとかドライバーのティーショットなんかで右やだ左やだでボールポジションとアドレスは変えないで、手の位置だ真ん中から
前後2センチぐらいずつ変えるだけで球のコントロールっていうのがしやすくなったりするんですよ。なんでこれはコースで本当にやってもらいたいポイントになります。フェース角の問題になるんで、フェースをいじっちゃうとイメージが湧かない方なんかはグリップでいじってあげると余計球筋っていうのはコントロールしやすくなるので、それはやってもらいたいポイントになりますね。7個目ですね、得意ショット苦手ショットってあると思うんですよ。これってどういった時に得意ショット苦手ショットが影響が出るかっていうと、例えば緊張した場面とか、これはもう絶対乗せときたいな、要は自分にプレッシャーがかかるショットの時に得意ショットを知っとくと、そういうショットをその場で使えるので、僕だったらパンチショットが得意なんで、ちょっと嫌だなと思った時に、負けたくないなと思った時にそのパンチショットを打つイメージっていうのは持ってやってるんですよ。でじゃあ得意なショットだけ持ってればいいじゃんと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、なんで苦手ショットも知っとかなきゃいけないかっていうと、苦手ショットを知っとくと、あこういう場で、あこういう苦手なショットが出るなっていうのは予想ができてると、それをもちろんやらなくなるんですよ。やっちゃいけないミスを少なくできる可能性がすごく出てくるんですね。自分が苦手としてるショットを知ること、あとはもちろんその反対で得意としてるショットも絶対知っとくことって大事なんで、それを苦手ショットはもちろん使わなくていいんですけど、普通のノーマルのショットとより得意なショットを使い分ける、コースで場面によって使い分けると、よりコースマネジメントに対して最適なボールっていうのが打ちやすくなるんで、もうこれは得意ですよ、ただアイアンでしか使えないですよ、ドライバーでしか使えないですよっていうショットってあると思うんで、そういうショットを使い分けてコースで打っていただいた方がいいですね。8個目の軸ですけども、これ先ほどちょこっと言いましたけども、1軸2軸スイングに分かれると思うんですけど、これスイングって体をもちろんこうやってタイミング取りながら右と左で動く方と、センター軸でくるくるっと回る方といるんで、そのスイングの軸のタイプを知ることはすごい大事です。そう、もちろんそれによって打ちやすい球と打ちづらい球って必ず出てくるんですよ。あとは打ちやすい状況、打ちづらい状況って必ず出てくるんで、そのスイング軸が1軸なのか2軸なのかを知るっていうことはめちゃくちゃ大事です。これはもちろんクラブのスペックもそうです。重めが好きなのか軽めが好きなのかによっても合う合わない、軸のおかげで合う合わないっていうのが出てくるんで、それも絶対知った方がいいんです。例えばレッスンに行った時に絶対こうやって軸をぶらした方がうまく打てる、感覚がいいっていう方が、いや軸はずらさないでねって例えば言われたとしたら、動きづらくなっちゃったりする時も絶対出てくるんですよ。なので軸は、そういう先生がいたら、いや僕軸はぶらしたいんです、私ぶらしたいんですっていう風にちゃんと自分からこう言ってあげた方がいいですよね。そうするとそれに対しての教え方を必ずしてくれるので、そういう自分を知っとくと、例えば大げさに言うとやらなくていいことを本当に省けたり、より近道に行けるんで、言い方はですね、無駄なことをなるべくやらない方がいいんで、そういう自分を知ることの一つとして軸っていうのは大事になってくると思います。最後にスインガータイプとパンチャー、パンチタイプとあるんですが、これは得意ショット苦手ショットに近いんですけど、どういう球の捉え方が好きかなんですよ。例えばやってみると、ちょっと打ちましょうか。まずスイングタイプ、こういう感じですね。で次にパンチタイプ、こういうなんとなく自然に打った時の2タイプっていうのがあるんですよ。両方メリットデメリットってあるんですけど、ただ自分が無意識に打った時にナイスショットをさって打てるのはどっちっていうことなんですよ。そうで、僕はちなみにパンチタイプ、パンチャーなんで、当て止めというかバーンって打った方がフィーリングもいいし、よりいい球が出るんですけど、時としてそれは通用しないショットもあるんで、もちろんスイングをしながらこう綺麗に流れながら打つショットも打つんですけども、一発のショット打ってって言ったらパンチショットの方が全然いい球出るんですよ。そうだから、そういう得意なショットっていうよりは、自然と打った時にスイングタイプなのかパンチタイプなのかを知っとくだけでも、これも緊張した時の決め手のショットに打ちやすくなったりするんですよ。当てに行くタイプかスイングをするタイプかを知ることっていうのはすごい大切になってきます。スイングタイプっていうのはどちらかというと高い球が打ちやすいで、パンチタイプっていうのは低い球が打ちやすいんですよ。なんで
例えばスイングタイプの人がスティンガーとか打とうとしたら結構苦労するんですけど、パンチタイプの人がスティンガー打ったら結構楽です。例えばハイボールを打つんだったら、パンチタイプの人がハイボール打つのは結構苦労すると思うんですけど、スイングの人は簡単に打てる。本当にメリットデメリットってあるんで、自分の良さをよりコースで使った方がいいんで、どっちができたからスコアいいとかではないと思うんですよ。だからこれも自分を知るっていうことの一つですけども、どういうショットをメインとして自分のスイングを組み立てるかっていうのが大事になってくるんで、あとはそのスイングタイプ、パンチタイプで、スイングタイプの人はボールを左に、真ん中が基準だとしたら真ん中よりもちょっとと左に置く感じの方が多分好みなんで、あまり中にボールを右側に寄せすぎない方がいいですね。でパンチタイプっていうのはボールに向かって動く動作が強いんで、パンチで打つんで、アタックして、なんでボールを左に置かない方がいいですよ。ちょっと真ん中が基準だとしたら右目右目寄りに置いてあげた方がよりいい球が打ちやすいので、その辺は気をつけていただきたいポイントになります。今回はですね、ざっと9つ自分を知るというポイントを挙げさせてもらいました。本当にこれ以外にも自分を知っていただきたいポイントって結構あるんで、より一つでも多く自分のスイング癖、いろんなことを、例えばアドレスで右向く癖があるとか左向く癖があるとかでもいいんです。なんでそういう癖とか、とにかく自分のことをより多く説明できた方がいいので、知っていただきたいポイントとして挙げさせていただきました。それでもどっちかわからない方とかもいらっしゃると思うんで、ポール君がですね、なんとチェックシートの方をですね今作成中でございます。もしかしたらこの動画上がる時に最後の方にチェックシートなんかを載せてくれるんじゃないかなと思うので、その辺はですねご自身でちょっとチェックしていただいて、どういうタイプかっていうのをですね、それだけでも全然知ることになるので、ご自身を自分でプリントアウトしていただいてもいいんですけども、チェックシートをですね用意しますので、ちょっとそこにチェックしてみてください。いくつハマったとかですね、あ考えてなかったけど動画見たらこういうタイプだったんだっていう、そこでまた新たに知ることもあると思うので、ぜひそちらの方もやってみてください。公式 LINE の方なんかで動画なんか送っていただくと、こういう癖がありますねとかっていうのはお伝えできると思うんですが、あとはスイングでこうクラブをこう巻きつけるタイプの方とか、こうバってこう伸ばすタイプなのかっていうのとか、これもすごい重要なんですよ、フォロースルー でこれは動画だったりコメントだと答えづらいんですよ。ただ来ていただけたらはっきり言えるんですよ。なんでまあぜひレッスンの方に来ていただけたら、どっちタイプで、例えばお客様はこういう癖があって、癖をバーってこう言うこともできちゃうんだよな。でもそれ動画だとね難しいんですよね。何球かちょっと見たいのと、あとは画面通してだと角度によって分かりづらいこととかってあるんですよ。あとはその方の力感だったりもするんで、だからそういうのってやっぱこう目で見た方がいいんですよね。だから来ていただけたらはっきり答えは出せるんで、ぜひお時間あったら来ていただければと思います。で今回はですね、自分を知るということを散々言ってきましたけども、ちょっと動画にさせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。